ガオちゃんの西成チャンネル。おはようございます。まあ今7時なんですよ、このように。最近やっぱりちょっとね、あやめ覚めて、おじいちゃん化してますね。やっぱ8歳になってきたんで、やっぱおじいちゃんになっていこうっていう感じで、朝に、どうしても6時ぐらいに目覚めてしまうみたいな、おじいちゃん状態入ってる。まあそのおじいちゃん、ゆっくり寝てるおじいちゃんもおるやろって話やから、まあ一概にこうおじいちゃんを早起きってね、決めつけるのは、それは、全おじいちゃんに許可取って言ってるわけじゃないんで、まあそこはあれなんですけども、ちょっとね、なかなかいい感じで健全な生活できてるんで、今日はね、思いっきり美味しく朝ごはん食べることをね、紹介したいと思います。まず走ります。まず走って、ガヤガヤして、まあ健全な生活。とりあえず走ります。ね、朝なんで涼しいんで、気候も最高なんで、おじいちゃんになった気持ちで、朝走りたい。でもおじいちゃんが、朝走るんかって言われたら、おじい 100% のおじいちゃんが朝走るんかって言われたら、そうはないんですけども。でもそのぐらいの気持ちで朝早く、走って、たりして美味しく朝ごはんを食べれたら、辛い美味しいご飯、辛しかも辛いもん食べれたら、いつかね健全なおじいちゃんになれたなという気持ちも込めて朝を過ごしたいと思います。西成チャンネル。ちょっと天気いいんで、洗濯物も溜まってるんで、より美味しく朝ごはん食べるために、洗濯を回しといて、で帰ってからこの天気の中干してたら、より朝ごはん美味しいんじゃないかなっていう。と洗濯も回して、より気持ち高めたいなと思います。石なりチャンネル。いや天気いいですわ。気持ちいいね。めっちゃ涼しいんで、なんかもう春朝なんで走りたいと思います。いやこれはなかなかええ朝よ。ええ朝ごはん期待できるよ。いやええ朝ですわ。これ洗濯物が楽しみですな。気持ちいいですな。早起きでおじいちゃんの気分で。そうおじいちゃんがね、全おじいちゃんが困難しているとは言わないですけど、まあこういう感じで朝ね動くおじいちゃんもおるとは思うんで、いやまあおじいちゃん以外もねこういうことはすると思うんで、何をおじいちゃんにこだわってんねやっていう話なんですけど、まあ猫ちゃんがいますね。おはようございます。おはようございます。ちょっと走らせてもらってます。猫ともね、コミュニケーションしっかり取れましたんで、で今連れてきてすっきりしてきたんで、気持ち高まってきたんで、そろそろ帰ろうと思います。ローソンでこちら朝ごはんだけ買いました。西成チャンネル。はい、ただいま帰りました。あ、洗濯できてるやんか。あ、できてるできてる。ということで干していきたいと思います。うわ、完璧ですな。いい流れでございます。最高の朝飯に向かって、順調に動いております。なんか老後のイメージですね。こんな老後でありたいなっていう、そんな朝でございます。朝でございます。こうやってね、穏やかな老後過ごせたらなと思って。まあそのために、今のうちからこういうのを練習しとかなっていうのはありますね。カラッとしててほんまに洗濯物もこれ今日ってこのタイミングやってん、このタイミング押してほしかってん、洗ってほしかってんっていうような、そんな表情をしているこの洗濯物でございますね。君の通りじゃあんどがたならそのコースにせんよ。素敵な洗濯、素敵なご飯、素敵。西成チャンネル。掃除もかましてからコロコロがね、コロコロって永久にやるよね、永久に出てくるよね。永久につきますからね、これ終わりがいつかもわからないですね、これ。まあ人生近い部分ありますね、コロコロと。ゴールどこで決めるかは自分次第で、終わります。ちょっと観葉植物にも水やりたいと思います。火当てたりますわ。日当たりええとこで、ちょっと日当たりええとこで洗濯物みたいで、はい。まあちょっとスッキリしたんで、まあちょっと、あれだけかましに行きたいと思います。さらにこれで良い朝ごはんになると思うんで。石なりチャンネル。朝
朝6時から空いてるね、入船温泉さんでサクッと仕上げて、最高の朝ごはん食べたいと思います。石成チャンネル、いや最高でございました。やっぱ朝やからね、サラサラやし、ジャグジー風呂のとこにね、朝日がバーン差し込んでね、それがね浴びながら気持ちいいですし、水風呂もキャン冷えてて、3往復ぐらいお湯と割りして交代浴でバチバチに決まりました。サラサラ、もうサラサラ、もうこれは朝ごはんの高まり。ほんでなんかちょっとね、脱衣所にサインとか置いてあるんですけど、加藤サリさんの横にね、まだ山田くんのねサインがあってね、それもなかなかおつなもんでございました。なかなか並ぶことないですからね。まあちょっと気持ちよかったんで、家帰りたいと思います。もう最高の朝ごはんの、準備できたんで、あとは食べるだけです。石成チャンネル、ただいま帰りました。気持ちいい、マジで最高の、一日の、いやこれおじいちゃんの予行演習といっても過言じゃないですか。おじいちゃんになった時にいい朝を過ごせるように、こちら辛味噌、カップヌードル辛味噌、これ結構辛いんで、これちょっとかまして、昨日バイト先でデケデケでもらった、鶏の天むすと鮭ご飯があるんで、それと一緒に食べたいと思います。はい、ということで、激辛味噌カップヌードルと鮭ご飯、そして、鶏天むす、昨日のバイトでもらったやつがあるんで、朝早くね起きてね、まあ、掃除して洗濯してウォーキングしてランニングして風呂入って、朝やれることは全部やったなって感じしますね。舌も相当敏感になってると思います。仕上げ方はおじいちゃんの予行演習ですけども、口の中は赤ちゃんみたいな状態になってるんで、鶏天むす食べちゃったりなんかしますね。鶏天むす、あーそうまい。鶏がこんなでかい。舌が敏感になってます。鮭ご飯もあるからね、これもうまいからね。朝ごはんやっぱ生き仕上げて朝ごはん食べたらえげつないぐらいうまいですね。これがまた、うん、うまい。ちょいちょい朝食べるんですけど結構辛いんでね、もうちょいかな。鮭ご飯も鶏天むすもうまい。カップ麺開けるうまいけど、もう一個いってあります。うん、夜食べてもうまいけど、昼食べてもそれうまい。はい、おー結構辛いですからね、これ。うん、辛いけどうまい。うま辛、昨日ペヤングの激辛食べたからなんてことないですね。体もサラサラで最高です。これでね、鮭ご飯なんか、こんなおじいちゃんになっていきたいですね。おじいちゃんの予行演習といっても過言じゃないですね。ええおじいちゃんになっていきたいんで、いつかはね、おじいちゃんになると思うんで。辛味噌ラーメンもともと好きなんですよ。それカップヌードルのこれが出たんでね、この味だけで限ったことにならないんですけど、ないんですけども、カップラーメンって意外と朝ですよ。カップラーメンというか、日清のカップヌードルは朝がうまいですね。なんかこれは僕のなんかそんな勝手に編み出した持論なんですけど、幸せや。まだ9時とかなんで、まあいろいろやって9時なんで、なかなか優秀やと思います。まあのんびり何しとんねんっちゅう話でもあるはあるんですけど、そこはまあまあ目つむっていただけたらと思います。また天むす食べたなる、こういうラーメン食ってたら。マジで風呂もめっちゃ気持ちよかったから最高っす。はい、もうおじいちゃん、 I want to be nice おじいちゃん。体が喜んでる。ごちそうさまでーす。はい、全部食べきりました。こういうおじいちゃんになっていきたいですね。まあなかなかね、簡単になれるもんじゃないでしょうけど、そのために今しっかり頑張らなあかんなって、そう改めて思わせてもらった西成の朝です。西成チャンネル、朝食後の、マウントレーニア、朝食後のマウントレーニア、はい、朝食後のね、この気持ち高まったマウントレーニアはまたよりうまいと思うんで、まあおじいちゃんになっていってもね、マウントレーニア飲んでいきたいな、そんな気持ちもございます。やっぱ辛いもん食べた後のマウントレーニアってまた一個違う顔色を見せてくれますよね。いや、なんかいろいろおじいちゃんになるために頑張ろうという気力湧いてきました。また頑張っていきたいと思います。石成チャンネル、ちょっと9時過ぎなんですけどもね、ちょっと眠たいんで軽く昼寝したいと思います。まあおじいちゃんもね、おじいちゃんになってもね、昼寝はしていきたいなっていう感じはあるんで、そうですね、今は9時半、今は9時20分ぐらいなんで、3時間40分ぐらいだけ昼寝してみようかなと思います。はあ、最高の朝でした。はあ
ではすいません、また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ガオ。西成、西成、西成チャンネル。